砦を守る抑留。ボリューム4に収録された、遊戯の使用カード。カイザードラゴンの融合素材。原作でのレベルは5。色違いモンスターにワイバーンがいる。初登場は、デスティ編での闇遊戯対海馬戦。原作では、このデュエルでのみ使用する飛行の特技があり、効果は、相手モンスターの攻撃を 35% の確率で回避する、であったが、アニメでは、邪悪なるワームビーストの登場も含め、なかったことになっている。最後の出番となる、王国での、ペガサスとの王者決定戦においては、原作では、カオス、黒魔術の儀式で生贄となっていたが、アニメでは、サクリファイスに戦闘破壊されてしまい、その後の遊戯のデッキでの出番はないが、他のデッキでは使用されていた。ゲームボーイカラー用ソフト、モンスターカプセル GB では、使用できる技がレベルで変化し、技レベル1は、火球のつぶて、技レベル2が、炎の流星、技レベル3は、光の護風剣となり、2ターン相手の動きを封じるが、攻撃技でなくなるため、若干使いにくくなる。